私は岡本鍼灸整骨院鍼灸師の山本です。当院の美容診は、他院との違いが3つあります。まず1つ目は、針の本数を少なくして効果を出すことができます。本数を少なくすることで内出血のリスクを減らすことができます。2つ目、ただ本数を数多く刺すわけではなくて、数少ない本数のその一本一本を丁寧に、針の方向を考えて、刺すことによってビルドアップが望めます。3つ目、当院の美容診は美容診をした後にキャビテーションとフェイシャルマッサージを行います。行うことによって血行とリンパを促進させ、持続効果を最大限に高めます。美容診に興味がある方は専門スタッフがいる当院にお任せください。岡本鍼灸整骨院鍼灸師の山口です。当院の顔の整体についてご説明いたします。まずは歯科医と共同で開発された技術で、顔の骨を触るだけではなく、顎の関節やそれに関連する筋肉を治療することで、小顔矯正以外にも顎関節症などにもより高い効果が得られます。また当院の顔の整体はバキバキするようなことはなく、ゆっくりと力を入れて矯正することで痛みを感じることはほとんどなく、眠ってしまう方も少なくありません。